ずっと共演したかった浜松が生んだ国民的スターが遊びに来てくれています。もう早速ご紹介しましょう、はい、桃色クローバー Z 桃田かな子さんです。ようこそ。県内の気温が今ぐっとこ上がりましたからね。ご参加したけれども、ありがとうございます。ねえ、まあ、桃田かな子さん、まあ、もちろんこのてっぺん静岡初登場でございますけれども、はい、この夏は静岡で大変なライブやりましたね、今日その時のこの衣装、はい、その時の衣装で、ね、かわいいですね。生でこんな近くで見られるんですよ。いや、こっちですよ、それはこっちのセリフです。いつも見てます。ありがたい。いや、もうありがとうございます。本当、本当になんかいつも見てくれてるらしいんですけどね。いや、いつも見てるんですけど、なかなか呼ばれないなって。もっと早くしなきゃね。いや、ちょっとね、裏番組の方にはちょっとよく出させていただくんですけど。篠川さんがね、なかなかなかったと、こっちからのアプローチが、はい、ないなと思って、ないなと思って、すみません、アプローチが遅かったです。申し訳ございません。はい、さあ、そして今日はね、桃田かな子さんをお迎えしてですね、てっぺん静岡、今日のてっぺんボイスはですね、いい〇〇の日、まあ、今このチャンネル合わせてくれただけでも、あ、今日見ていてよかった、いい〇〇の日、いいてっぺんの日、いいかな子ちゃんの日だな、なんていうふうにね、見てくださってる方もいると思いますが、今日は皆さんからのメッセージ、いい〇〇の日でお待ちしています。お待ちしています。さあ、そしてどうして桃田さんが今日この生出演してくださることになったか、きっかけは実はこちらなんです。これてっぺん静岡 の僕がモデルとなったクリアファイルなんですが、これ鹿水を癒やすの、はい、ね、モモスさんも実はこれなんですね。モモスさんが締めを飾りました。あ、逆に、なんか何言った、何言った、何言った、何言った。今日はうまくいかないんですよ。おきたただな。いや、これね、これ締めを飾った家康公400年祭の浜松部会史の、まあ、ネタでこうかぶってしまったということなんですよね。ね、発火しないと。ちょっとコラボしましょうよ。ぜひ一緒に撮影しましょう。まさかの共演したい発言、うん、すると事務所の偉い方が、でも本当に日中ね、うん、島で仕事しようがないから行ってもいきますよね。できれば今超えちゃいましょうか。じゃあ水曜日、はい、これで決まりました。まさかの水曜日で、嬉しいですね。嬉しかったです。だからよくでもスケジュール取れましたね。いや、だからもう全然、そりゃそう、もうてっぺん静岡さんに出させていただけるならいくらでもですよ。いや、マジでレギュラー出てほしいわ。いや、でも嬉しい、いつもこう見てくださってるということなんですが、前あの VTR もありましたけれども、地元愛はもう負けないとおっしゃってましたよね。絶対負けないです。本当に負けないですね。本当に負けないです。分かりました。緊急企画です。ももクロ桃田かな子さんの地元愛は本当か生検証ということで、一つ目の検証でございますが、お出かけはもっぱら静岡、うん、でこれはですね、ちょっとブログで拝見したんですけれども、これ御殿場、御殿場イルミネーション見に行ってるんですよね。はい、あ、時の住処、そう、時の住処行きました。本当これ最近です。1週間経ったか経たないかぐらいに、今年初めてイルミネーションを見に行って、で、あの、なんかちょうど早くお仕事が終わる時があって、お家に帰ったら家族が、よし、今からイルミネーション行くぞって言って、車で御殿場まで、家族で、はい、家族で行ってきました。家族だ、めっちゃ綺麗でした。ね、え、ここ綺麗ですよね。あ、電気の数もこう多いし、11月22日にアップされているやつですね。で、これずっとこう下置くと、はい、これね、すいません、いろいろこう写真送ります。あ、かわいらしい、はい、これこれ気になるんですよ、ね、これてっぺんマークなんですよ。あれ、もう我々てっぺん静岡のてっぺんマークなんですが、はい、これさらっとやってますけど、これどういう意識で、これはてっぺん意識ですよ。違うんだ、無理やり言わせてませんか、これ。いや、
立派に大人になってます成長されてますね、いやこれはちょっと確認したくてどんどんこれもやっていただきたいなとね、僕らが番組やることほとんどないんですけど確かにやったことないですね、今後はこれをてっぺんマークとしてもうね認定していきましょうよ、ね、さあそしてあのそもそも静岡にはよく帰ってくるというか、うん、いるんですか。私は静岡在住なので、はい、あの新幹線通勤してます。新幹線通勤されてる、うん、はい、だからいつもあのスーツの人と一緒に混ざってこう行くんですけど、はい、だから隣のおじちゃんがいつも一緒だったりするんですよ、はい、持ってるおじさんがでずっと結構毎日同じおじさんの時があって、はい、うん、で一回その時に私朝食をエビアボカドパンみたいの食べてた時に、具体的にありがとうございます、はいはい、おじさんのスーツにアボカドをこぼしてしまったことがあって、うわ油分強いのに本当にごめんなさいってことで、はい、なんかそれからあの隣に座れなくなっちゃって、そのおじさんの隣にはああ逃げるように席を変えたおじさん NG 出ちゃったんだ、なるほど、いやでもそうやって、まあ、静岡、まあ、浜松からずっともう通ってらっしゃるということなんですね、はい、さあそして続いてですが、はい、あのちょっとまずは VTR ご覧いただきましょうか、はい、家康くん勝利の陰に、かな子のパワーありと、今週月曜全国のゆるキャラ王者を決めるゆるキャラグランプリ浜松大会で家康くん見事グランプリ、しかし愛媛県みきゃんとの戦いは熾烈を極めました。先月まで3万秒差をどうしても詰められずに苦しんだのです。ところが家康楽市イベントのステージに桃田さんが立って家康くんを熱烈に応援するや否や票の動きに変化が生じます。差はどんどん縮まり、締め切り直前にはついにみきゃんを逆転、1位に躍り出ました。そして堂々のグランプリ獲得。明らかに流れが変わったのはかな子さんが応援に駆けつけた以降だったため、かな子さんパワー絶大との噂が出たのです。その噂どう思います。いや来ました、私のおかげです言っちゃうな、言っちゃうな、あの本当ファンの方々も、はい、なんかすごいそうやって票入れてくれたりとかしたみたいで、はい、いやすごくありがたいなって思うし、私も自分で毎日投票してたので、はい、あ、そうなんですか。やっぱりちょっとあの一緒に浜松を盛り上げていく同志みたいな感じなので、うんうんうん、これは協力せねばと思って。なるほど。でいつも家康くんは1位だけにはなれないんですよ。そうそうそうね。それがちょっと好きだったりもしたんですけど。なるほど。うん、あの家康公400年祭ということで、記念な時でもあるので、はい、ここで取ってほしいと思って。なるほどね。この年でしょ決めるならということがあったわけですね。一生懸命応援しました。これ10月さっきイベントの様子してたでしょ、うん、僕同じ浜松で別の場所でイベントやってたんですよ、うん、まあ全部こっちのイベントに人来られて僕のイベント全然人来なかったまあどんかぶりで本当に大変な一日でしたけれどもねえ、まあそういう思い出もありますけれども、まあ本当にあのご自身でも毎日一票入れてくれていたということですね。さあそして続いてまいりましょうか。地元浜松のショッピングセンターが大好き、大好き、これ本当です。いやこれもう本当です。私ショッピングセンターで育ったようなもんです。いやそれはそれは言うのってわかるから、ショッピングセンターで育ってたらおかしいから、自分で受けちゃってる。いや本当に、はい、でも、はい、あのやっぱ遊びに行くところといったら、はい、やっぱりイオンなので、あイオン、はい、イオン、あのチャリで友達とあのたまり場みたいなところがもうショッピングモールなので、そこでたまって、はい、いつもなんか話したりとか、よくなったりとか、本当にいろんなことをイオンから学びました。いやいや、まあ、深いこと言いますね。でもバレません ね、 ね、バレるでしょう。いやバレないです、いやそれバレてないと思ってるだけで周りは気づいてますよそれ。いやどうなんですよ、でも多分私のことをそういう風に見てないと思います、地元の地元の子だしみたいな感じで、またいんなみたいな感じじゃないか。そういう意味では完全に地元にこう根付いてるわけじゃないですけれども、そうですね。だから本当に遊ぶ時は、うん、あのショッピングモールが多いです。あなるほど、じゃあもしかして週末あたりとかこう行けば会えるかもしれんというか、うん、歩いてるかもしれないと、はい、うん、あチャリに乗ってると思いますチャリ乗ってる
まあそんな地元愛が詰まった DVD、はい、今日これ発売なんでしょうね。はい、はい、あの今年、エコパスタジアムで 2days やらせていただいたライブの DVD が今日発売になります。うん、嬉しい、今日発売ということで ね、 はい、ねこちらモノクロ本田香菜子さんからのサプライズプレゼントなんです。うん、エコパで行われた東神祭を収録した DVD ボックス、うん、後ほどてっぺんボイスで本田さんご本人にプレゼントあげる人を決めていただきます。いいですか。はい、お一人の方にありがとうございます。プレゼントまでいただきました。そしてなんかもうライブもね決定してるということで、はい、はい、来年の2月17日にあの2枚同時にアルバムを出すんですけど、はい、そのツアーが、ドームツアー5大ドームツアーを来年やらせていただきます。うん、それがですね2月2日から一般先行予約が開始になります。12月2日ねいやあそこに全部書いてありますよ。全部書いてありますはい、ここが正しいです。12月2日から始まっちゃってますね、はい、2月だと、ね、そうですね、2月だと始まっちゃってます、はい、改めまして一般先行予約は来週12月2日水曜日開始です。はい、ドームトムック2016で検索してください。はい、はい、ということででは今日はこの後ゆっくりお付き合いいただきたいと思いますが、はい、今日の特集参りましょう。